今回は安くなった RadeonRX6600 でゲーミング PC をサクッと作りましたよというお話です電源はアンテック MEG550W ビッグ手裏さ算チーム DDR43200SSD500GB の構成です CPU グリスもなくなったのでシミをしお購入5年以上前に HTPC として作った PC をゲーミングしようにしますはいこんな感じに詰め込みましたグラボと CPU クーラーが干渉したり HDD ケースと干渉しして苦労させられたぜ電源投入までは問題なしここから Windows のインストールで苦労しました メモリがなかなか認識してくれなくて、抜いたり刺したりを繰り返しやっと認識されましたが、最近、とんと見かけないブルーバックが頻繁に発生しました。これ、絶対メモリやろ。メモリ診断を実行したところやはりエラーが出ていました。あ、しかし、メモリを差し替えたり、 場所を変えたりしてテストを繰り返しますメモリスロット変更で回避できましたここまで Windows のインストールを5回やっていますやっと Windows 起動できました早速 STM 入れてエルデンリングをダウンロードだよか、ダウンロードまで2600分だと24時間後 やっとあとあ時間そして48時間後やーっと起動できましたーしかし音楽めっちゃかっこいいではないかこれは燃えるぜフロムさんよそんなわけでダクソ経験者の私はスカンピンでスタートしましたではしばしゲームの世界にはまりますので。 皆さんもきげんよう。フロムさんだクソ系もいいけどアーマードコアを次よろしくお願いします。今回の音声はボイスボックス「すんだもんでした」。ご視聴ありがとうございました。